どうも、ヌネです。新三国無双8、続きを遊んでいきたいと思います。決戦準備で、連合軍が集まるところまでやってきましたら、孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。大徳劉備殿と盟友となれたこと光栄に思う。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき嬉しく思います。私もよ、劉玄徳様。この戦い一緒に頑張りましょう。しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。なんとか勝利へ貢献できればよいのですが。劉備殿、この戦皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしく頼みます。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。はっ、ではまた後ほど。必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。任務を2つ達成する。酒の差し入れとか。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が打ち込む矢を転じて我らのものとします。10万本の矢確保。敵の船に接近できれば火計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。雑賀と雑中を伴い郊外の元へ向かうのだ。これ受けて腐肉の策。腐肉の策、どこでしょう。アイコン設定で任務。あ、とりあえず何？郊外殿が処罰されると？それは大変だ。私も立ち会いましょう。郊外殿の処罰が始まると、そんなこの目で見るまで信じられません。郊外を撃破せよ。
ちがわしの相手か。さあ勝負せいや。おはよう。はっ、黙らせてやろう。ほうほうせいや。仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。敵将、我が輩が討ち取った。ああ、いいね、その調子で頑張んな。これでいいのかな。サイカはこちらの策に乗ったようです。うん、郊外殿が例の準備を始めました。了解です。あと10万本の矢、ちょっとそこから取り行こうか。よいしょ。私は聞いています。ささ、この船に乗ってください。了解しました。さあ、行きますよ。うまくいくといいのですが。いいでしょうか。今だ、皆一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵を破ることであったか。これ10万本もないよ。あ、結構刺さってる。よし、帰ってきた。じゃあ報告に戻りましょう。
十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。よし、矢が2つ矢が2つじゃない、矢と郊外のやつで任務達成ですね。決戦の準備万全であろうか確認してみよう。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。で、決戦準備は完了っと。書簡完成。曹操の船団が南に動き出したようです。なるほど。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった。まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後家計にて焼き払う。了解です。ここまではワープできるかな。火を見て敵を挑発する船を出す。みな、それまでは奮戦し持ちこたえよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。どこ行った？曹操軍を挑発する作戦、始めていいですか？指示さえあればいつでも船を出せますぞ。お願いします。思いっきり煽ってやります。失敗はできんな。悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いれば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍奴らの本陣へ向け出撃せよ。あ、挑発乗っかってきた。よし、直ちに守備配置につけ来たる戦闘に備えるのだ。これでこっち来るだろう。あ、来た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 。よし、直ちに守備配置につけ
来たる戦闘に備えるのだ。だぞ。じゃあレベル49ってなんであのレベル高いの？10以上レベル高いぞ。お主らが何を企もうとも、わしは負けぬ。我が波動の前に。あまりにか、いや、あれだな、柔らかいな。あんた敵の中にいてそれ喋るとバレるよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。うわ、いっぱいいる。そう思う時の前に立つならば撃つのみよ。黙らせてやろう。なんか凍らされてる。周囲、これ以上は持ちこたえられるぞ。かくなる上は
風が吹かずとも。いや、待て。風向きが変わった。周遊殿、風が本当に、いや、ついに来たか。殿、全軍に出撃の許可を。よし、孫悟のすべて早々に叩きつけよう。はっ。全軍家計の準備にかかれ。曹操軍をこの長江に沈めるのだ。郊外殿、河川での突撃お任せした。心得た。我が一世一代の大勝負、とくとご老中を見ておれ。曹操、孫悟の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞ。いざ高幸福やらいでか。後ろにいたやつまで燃えてる。郊外殿が道を示してくれた。孫悟の将兵たちを奮い立て。今こそ曹操を打ち破る時だ。はい、というわけで今回はここまでにして、次回続きをやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。